皆さん、ナマステ。日本語の EPG パーチシャラへようこそ。私はカナーニタと申します。今日のモジュールの題は北山文化です。これは第9番のペーパー、つまり日本の文化の歴史に属しています。早速、このモジュールの学習の目的を見てみましょう。本モジュールでは北山文化について概要を学習することになっています。北山文化とは室町時代の前期、南北朝時代から15世紀までに起こった文化のことを指しています。室町幕府の将軍足利の義満が京都の北山にある山荘を中心に活動を行っていたことから北山という名前がついています。室町幕府は京都を中心としたため、京都の公家の伝統文化と禅宗の影響を受けた武家文化、さらに民衆文化等が融合しています。出来上がっていますね。本モジュールにおいては以下の点に沿って学習をします。北山文化の概要を理解すること。2番目は、前のモジュールで学習した禅文化の影響について理解を広げることですね。公家の影響を受けた文化についても考察していきます。室町時代に起こった民衆文化について理解を深めることがもう一つの目的です。それでは南北朝時代の書物から始めます。鎌倉幕府滅亡の後、後醍醐天皇が政治の中心を担ってきましたが、あまりに急進的な改革を行いました。そのため、武士の繁華の会、室町幕府初代将軍となる足利の高氏らによって京都を追いやられて、南方の吉野に逃れて、皇位を主張するようにしました。一方、高氏は光明天皇を擁立して京都に据えました。このように朝廷が二つのところに分かれて、北朝と南朝として存在していました。この時代を南北朝時代と呼んでいます。室町幕府の三大将軍、足利義満が南朝を吸収する。つまり、1392年までの時期を南北朝時代と呼んでいます。南北朝時代においては、軍記物語が書かれたということを覚えているでしょう。この時代の代表的な作品は何でしょうか？太平記ですね。全部で40巻からなる大規模な
作品です。この作品の出発点は、後醍醐天皇が鎌倉幕府に対して反旗を翻るところから始まります。そして、将軍足利義昭の死とその養子の義満の補佐役、細川頼之の執事職、就任で締めくくります。その他には、鎌倉幕府を開いた源頼朝の弟、源義経の悲劇の人生を描いた作品、つまり義経記があります。その他に、鎌倉初期の武士、曽我兄弟が父を殺した相手に対して敵討ちをしたあと、兄は討ち死に、弟は捕らえられて中殺された話を述べました。曽我物語などが代表的な作品です。義経記や曽我物語はその後、曽我物、長官物として能、浄瑠璃、歌舞伎などの伝統劇に演目として数多くの脚本として描かれています。現代でも演じられているプロットです。南北朝時代には知識人の貴族たちによって書かれた書物も存在しています。つまり、マス鏡や人の書と記はその代表的な例ですね。後醍醐天皇の京都観光までの150年の出来事を宮廷生活を中心に記しています。人の書と記は南朝川の公家北畠親房によって書かれた歴史書であり、王権の根源を真意に求めています。それに服することが天下の乱れを定め、太平をもたらす方策と考えました。婆娑羅の流行、北山文化の要素の一つとして、婆娑羅という言葉があります。婆娑羅は何というと、婆娑羅はサンスクリット語のワジラを語源とする説があります。ワジラとは今後、つまりダイモンドを指しています。ダイモンドが何者をも砕くことができるから、音楽などの調子外れのこと、勝手な振る舞うこと、さらに派手好み、贅沢好みなどの意味を生じました。太平記という作品においても、主語たちが豪華な衣服をまとい、食にも贅沢をし、掛け事なども興じるようなことを批判の意を込めて描かれています。婆娑羅大名の代表的な人物として、
佐々木翔よが助けて難聴討伐にも手助けしたことでも知られています。室町幕府は京都に開かれたために、武士にも公家文化や中国の文化を吸収する機会が多く与えられました。そしてその融合体として婆娑羅が生まれることになったとも考えられます。北山文化は絢爛華麗な文化として知られています。足利の義満が建てた北山の金閣寺はその象徴とされています。婆娑羅の影響を受けたことは言うまでもないです。禅の影響。禅に関しては前のモジュールにおいて説明しましたので、ここでは室町時代における影響について述べます。南北朝時代の武士の間で流行した奢侈の文化である婆娑羅についてもいろいろ述べましたが、鎌倉時代から受け続く禅の影響も室町時代にはありました。次のモジュールではこれについて述べますが、東山文化においてもう少し顕著となります。しかし、北山文化においても禅の影響は少なからずありました。鎌倉時代に武家社会の上層部に広がった臨済宗は室町幕府においても庇護を受けていました。鎌倉幕府の時代に武家社会の上層部に広がっていた臨済宗という宗派は室町幕府においても庇護を受けました。中国の僧に倣って五山十刹の制度を整え、それらを中心に盛んになっていました。五山とは5つの山のことですね。京都と鎌倉のお寺をそれぞれ5つ定めて、その下に10のお寺を定めました。それらのお寺で学ぶ禅僧たちは中国から来た中国に留学し学んだ留学僧が多くあり、彼らは禅のみならず宗教のほかに水墨画、そして建築様式などを広く伝えました。特に五山の僧たちの間で僧学の研究や漢詩文化の創作が盛んになり、義満の頃の義道長信や前回中活はその中で中心的なものと言えます。
そこでは漢文による詩文や禅の方語、日記、論語にまで及び、これが五山文学をなしています。日本の伝統的な演劇である能もまた禅の影響を受けております。金網と世阿弥の親子は、義満の庇護を受けながら、洗礼された芸の美を追求していきます。芸術性の高い猿楽能を完成させました。世阿弥は能の真髄を述べた不思議家伝という作品を書きました。これは能の理論を大成させた作品です。禅宗の影響として重要なものの一つとして茶会席が挙げられます。茶は奈良平安時代にも薬用として一部で飲まれていましたが、鎌倉時代になると禅宗寺院の喫茶の習慣が一般化しました。公家の間で茶会が行われるようになりましたが、当時の茶会は茶の味や水質を識別するための陶茶と呼ばれる試合のようなものがありました。その前後には酒や料理が出る遊興の類でありました。室町時代に入ると、今度茶具を、つまりお茶の道具を鑑賞しながら静かに茶を楽しむ侘び茶が流行し始めました。この侘びという言葉は日本人の美観を象徴しているキーワードですね。この茶会に伴って起こったのが懐石料理のことです。その当時の懐石料理は禅林風の乾燥な茶料理のことであり、人知る2歳または3歳に酒を軽くつけるだけの料理でした。しかしそれが発展して江戸時代になると懐石料理となり、現在でも和風のフルコースメニューの一種類として好まれています。室町時代の文化的側面で重要なものの一つに町の発達が挙げられます。これまでの都市といえば京都を中心とする都、つまり政治的支配層が住む中心的な町でありましたが、鎌倉時代初期までは都市らしい都市といえば奈良、京都、鎌倉およびいくつかの国府に過ぎなかった。しかし鎌倉後期から
南北朝時代にかけて、商品の生産、流通などの活発になることに従って、庶民が暮らす町も発展し始めました。京都は伝統的な公家、支配階層の武士に加えて、商人や職人などの町人も多く住むようになり、文化を形成していました。その中で培われた精神の一つとして、風流が挙げられます。もともとは漢語であるこの言葉は、平安時代頃から使われ始めていましたが、その当時は雅とも読まれていたことが、つまり上品で趣があることの意味が強かったです。そして服飾の模様などを形容する言葉となりました。室町時代に入ると、長州や周辺農村の盆踊りで仮装行列的な趣向を凝らす風流踊りが現れました。踊りは元来宗教行事でありましたが、風流が加わると奇想天外な所作や豪華な服装を争う娯楽的な要素が強まるようになってきました。京都の祇園会などはその様相を色濃く残しています。最後に結合を簡単に申し上げます。鎌倉時代から政治的には武士が中心になる、文化的にもその影響が強くなってきました。鎌倉時代に本格的に発展してきた禅宗の影響を文化には色濃く受け続いたことも言えます。足利の政権は京都に幕府を置いたために、伝統的な工芸文化の影響も受けることとなりました。室町時代の文化は、前半の北山文化と後半の東山文化からなります。北山文化はバザラの影響も受けましたが、豪華、綺麗な色彩があります。次のモジュールで取り上げる東山文化は、将軍足利の義政が建立した金閣寺という寺院に象徴されるように、莟玉講談の文化とも言えます。さらに商業の発達から庶民層の発展がつながり、町人文化も芽生えるようになりました。そして町民文化が発展していたのが室町時代の特徴であるとも言えます。